仮面ライダーガッチャード47話、もういよいよスパナと僕がバスたちにやり合いのですが、見どころはやっぱり二人のアフレコのシーンだよね。あのアフレコのところはあの本当に大変で、あの二人でアフレコがカットかかった瞬間に、これやばい、息が持たないっつって二人で酸欠になって倒れてました。もう声のボリュームすごいな。オーディションの時思い出す、ね。オーディションの時思い出す。そう、本当に3話からね、喧嘩して、それが47でもう一回剣を交えるというか、本当はね一人一人結構撮ることが多いアフレコも、歌いで撮って何回も何回も撮り直して、あの本当に心のあった息のあったアフレコだし、気持ちが入ってるし、それによって作られる空気感とそのアクションシーンがあると思うので、ぜひそこを楽しみにしていただけたらなと思います。せーの、見てねー。